市の職員や関連団体の方から行政情報や活動内容について伺う広報藤沢 TV のコーナーです。今回は江ノ島春色体感フェスティバルカラーズフェスト江ノ島2016について伺います。スタジオには江ノ島電鉄株式会社谷口哲さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。カラーズフェスト江ノ島2016、これはどういったイベントなんでしょうか？はい、こちらは、春の江ノ島を体感していただく大型フェスティバルになりまして、はい、週末を中心に、いろんなイベントをですね、ご用意して皆さんをお出迎えしております。江ノ島のいろいろな春の色を感じられるイベントなんですね。そうなんです。花の色やですね、空や海の色、それから新緑のグリーンですよね、さらには夕日に染まった、そういった空間で、いろんなイベント、ダンスであり音楽であり、アートであり、さらに大道芸などですね、そういったもので楽しめる、イベントが盛りだくさんです。それは楽しみですね。ちなみに期間はどのくらい開催するんですか？6月の12日まで、一応イベントは開催されております。はい、では期間中どんなイベントが行われるんでしょうか？現在ですね、フラワーフェスタ2016という形で江ノ島を中心に江ノ島、全体がですね、花で彩られております。中でも江ノ島サムエルコッキング園では、立体的な装飾、フラワーアーチやツリーなどですね、こういった演出でですね、楽しむことができます。いつにも増して色とりどりの花を楽しむことができるんですね。そうですね。それからですね、この期間、限定でですね、サムエルコッキング氏の温室移行地下室、こちら特別公開になっております。いつも通れる通路だけでなく下に降りることもできるんですか？はい、そうなってます。さらに、藤沢市と、カナダのウィンザー市が姉妹都市関係にございます。でそのウィンザー市から贈られたバラがですね、5月の中旬に一斉に花を咲かせますので、すごく大きな、花になりますので、迫力ある、花を楽しめる、こんな、企画もご用意しております。じゃあそのタイミングに合わせていくのがいいです ね。なるほど。では今開催中なのはフラワーフェスタだけということですか？あとはですね、アートイベント、メイドイン江ノ島、こちらも開催しております。ですね、江ノ島シーキャンドルの展望室、それから1階にございます郷土資料室で、作品の展示、それから、不定期なんですけれども、土日を、中心に湘南エリアで活動されている、今回参加されている10組以上のアーティストさんがですね、会場では実演販売、それからワークショップ、こういったことを行っています。その他にもこれから開催されるイベントもあるんですよね？はい、5月の4日は音楽イベント湘南サウンドジャム、それから8日ですね、サンセットカラーズライブ、こちらは、ダンスあり、ライブあり、そういった盛りだくさんですね。それから14日タヒチアンサンセット、タヒチアンのダンスですね、から最終は28、29、こちらハワイアンダンスの、アロハサンセットになります。さらに月が変わるとですね、6月の4日、5日は、江ノ島大道芸フェスティバルコンテストも今年はございますので、4日の日だけですけれども、お出かけいただければ、そういう実力のある方々が競い合うところは見れたりしますね。フィナーレは6月の9日からですね、12日までになりますけれども、感謝69という、イベントが行われます。こちらは書道家の武田総雲氏が、お越しいただきましてですね、最終日あたりには書道パフォーマンスなどもね、予定されていますので、いろんな、イベント盛りだくさんで、お待ちしております。本当に盛りだくさんですね。はい、では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、藤沢の皆様、春の江ノ島もイベントで盛りだくさんです。春色を体感しにですね、ぜひ、お出かけいただければと思っております。お待ち申し上げております。谷口さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。